はい、どうも、セイディです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。本日は6月3日で、メリオダスガチャがですね、明日までですね、どうですかね、メリオダスは。うちのサーバーではね、ガチャ的にはそんなに回ってはないんですけど、まあ上位がでも結構8000であったり7000であったりいってるんで、まあそこそこっていう感じかな。まあ人気はね、あるとは言えないんですけど、人気がないとも言えないね。でも上位は結構高ポイントっていう感じなんで、まあ全体的に回ってはいるんかなっていうね、そんな印象ですけど。でこのメレオダスね、強いですよね。やっぱ武器覚醒したらフルカウンターめちゃめちゃしていくと思うし、まあ火力が異常に高いんでね、やっぱ。そんなメリオダスですけども、コメントとかでね、結構ね、セイディさん結局メリオダスどうするんですかって、今後使っていく予定なんですかっていうコメントがね、結構あるんですよね。で、武器覚醒したらフルカウンターがね、めちゃめちゃ恐ろしくて、まあ、火力特化なんで必殺2回打ったりするし、めっちゃ活躍するとね、思うんですよ。で、僕はね、もうその中決めました。このメリオダスね。どうしていくのかというと、今後ね、メリオダスを使っていくのか、いかないのか、もうね、完全に決断しました。このメリオダス、僕はね、取りません。取らない。もう確定ですね、これは。まずなんで取らないかというと、まあ何点かね、理由がありまして、まあ一番大きな理由の一つとしては、中華にね、ルオンっていうキャラが来たじゃないですか。なんか女性キャラ、KOF14 の新キャラなんかな。なんかキムとつながりがあるみたいで、テコンドーのね、技を使うみたいな感じの、女性キャラなんですけど、そのルオンっていうキャラが、来ましたよね。でそのルオンが来たことによって、宿命にですね、なんとマリー14と、マイ14バージョンが、出てきてます。ここに来てマリーとマイがね、出てきちゃいましたね。まあ、ほんまにマリーに関してはもう待望の LR 化と言ってもね、いいっすよね。まあ、待ち望んでいた人もね、めちゃめちゃいると思うんですよね。でそもそもマリーってね、超絶人気キャラやし、まあ、僕自身も97とか98の時にね、マリーをものすごい使用してたんで、すごい思い入れもあるキャラで、まあ、ほんまに LR 化っていうのはもう待望のね、キャラやと思うんですよ。で僕マリーも好きなんですけど、それ以上にやっぱね、マイがね、好きなんですよね。女性キャラでは一番、マイが好きで、もうこのマイに関してはもう確定で取りに行こうとね、思ってます。まあ、リメイクマイっていうね、 LR のキャラがいるんですが、あのリメイクマイっていうのは無料配布やったし、当時のリメイクマイの強さってあんまりなかったので、まあ、正直ね、そのマイは使ってはないんですけど、今後出てくるこの LR のね、新しいマイ、14バージョンかな、まあ、それに関してはやっぱ、強さっていうのも期待できると思うし、何よりもね、あのルオンが技型でしょ。でマリーは、同じチームに入るとすれば、新しいこの女性格闘家のチームに入るとすれば、まあおそらく防御ですよね。ルオンが技でマリーが、防御やと思うんですよ。でそうなると、LR マイ攻撃濃厚じゃないですか。いやー、 LR マイちゃんがね、攻撃型でもし来たらですね、まあ、メリオダスはやっぱね、使ってられないかなとまあ僕 の考えですけどね、これは個人的な考えですけど、まあ、正直7つの大罪1ミリも知らんし、まあ、メリオダスをね、正直あんま使いたくないんですよね。気持ち、ほんまの心底の気持ちはね。ただめちゃめちゃ強いから入れようかなとも思ってたんですけど、やっぱりね、知らんキャラを入れるっていうのは、僕はあんまりね、したくないかな。それやったらやっぱ KOF のキャラで並べて、特にマイなんかすごい好きなキャラやし、もちろんマイもね、当時あのゲーセンで使ってたキャラなんで、 KOF の本家の方で使ってたキャラですから、やっぱりね、そういうキャラをで構成したいという気持ちがあるんで、もうそうなるとこれはもうスルーせなあかんやろってね、メリオダス、まあ、もちろんエリザベスもそうですけど、ダイヤも、そのマリ、今後来るマリーとかマイのために貯めていかなあかんし、万能破片もね、大量に貯めていこうとね、思うんで、まあ、ここはね、もうコラボキャラはもう完全にね、スルーするつもりです。まあ、取得だけはするかもしれないけどね、先制値とかがあるんで、あとコスト考えるとキャラ取ってた方がいいかなっていう場合もあるんで、取得だけはする可能性はありますけど、スタメンに入れることはまずないですね。もうそれは確定事項です。僕の中で、決断しました。なので今後はね、その女性キャラたちが どのタイミングで出てくるのかっていうのもね、すごいポイントだと思うんですよ。で今月は順当にいけば、箱キャラがね、来る月なんですよね。
12月ビリー来てますよね。で2月にバースが来て、4月にベニマルって2ヶ月おきにこう箱キャラが来てますから、6月も順当にいけば箱キャラがね来るんすよね。ってなるとワンチャンこの ルオンっていうキャラが箱でいきなり来る可能性もあるし、まあ、それか、過去に出てるね、過去で中華で出てる、ククリとかチョイとかね、あれどうなったんっていう感じですけど、まあ、そのキャラたちも日本版ではまだ出てないですから、ワンチャンこの6月に箱でポンってね来るかもしれんし、まあ、ほんまそこは未知なんですけど、まあ、今後このコラボキャラ以外にもやっぱり KOF の新しいキャラっていうのがどんどんもちろん出てきますから、まあ、ここでコラボキャラっていうのを、まあ、取りに行く必要ないかなって僕はね決断しました。やっぱそのキャラたちがどこで来てもいいように、まあ、準備はしとこうかなってね思ってます。で、メールオーダースに関しては、こんなもんですかね。でこの後3時半からかなアップデートありますね。で本日のアップデート内容ですけど、エリザベスの実装がされますね。でエリザベス、証文まで解禁、されます。で宿命に、プロフィールに新しいページを追加されます。でエリザベスですけど、破片を持ってたらなんか能力がもうすでに見れるんですよね。で僕あの課金のやつで1枚だけ破片書いたんですけど、もうここに能力すでに出てますから、まあこれもね時間があれば、解説していこうと思ってますが、あれなんかバグってるねえバグってますよこれ、テキストが全く出てませんね。まあそれもでも実装後には出てくるんかな、この後アップデートの後に能力が出てきます。もうツイッターとかで能力はでも出てますから、ある程度分かってるんですけど、まあそれに関してはまた別で解説動画、時間があればね出そうかとも思ってますので、そうですね、まあまだでも、エリザベスに関してはいつ来るんかな。このガチャ今ねオークションやってますから、その後メリオダスの武器ガチャが来るんかな、それとも直後にエリザベスが、スペシャルガチャとかで来てメリオダスとエリザベスの武器ガチャが同時やったりするかもしれないんで、まあ、結構意外とね早く来るかもしれんね。今週末ぐらいには、エリザベスのガチャが来る可能性もあるんでね、まあ、その辺は何とも言えないんですけど、まあ、それまでに時間があれば、能力解説動画も出そうと思ってます。でそれからあのアップデート内容に書いてないんですけど、ベニマルの啓蒙がねどうやらバグってるみたいで、すごいねひどいバグがあるみたい。なんかあの電位力を受けた敵からですね HP を吸収する効果があるんですけど、なんかね電位力をこう受けてない敵からも HP を吸収して、でその吸収によって怒りがね増えていくんですよ、どんどん。このだから相手の、ベニマル啓蒙を受けた側がどんどんこう怒りが上がっていくっていうバグ、が発生してるみたいで、でその、怒り上げによって相手側に永遠とこう必殺を打たれるっていう現象が起きてるんですよね。でそれ完全にバグなんですけど、なんかベニマルトップ使いのねトップランカーのチルさんっているんですけど、ランキングも1位の方ねちょっと見ますけど、全国ランキングでベニマルね、当然1位160万ですよ戦闘力で。この方がですねこの啓蒙がバグってるっていうことで、運営にこう問い合わせしてるんですけど、なんか運営の返事ではバグがないですみたいな返事が、来てるみたいなんですよ。で明らかにおかしいんですよね。ベニマルのですね、あもう一回見ますけど、このベニマルの、必殺の S-MAX のこの雷光剣のあれまた出てへんやんこれすいません、ちょっとなんかテキストがバグってるみたいでまた出てへんわ。まあなんせこの S-MAX 雷光剣のテキストにはそういう風に書いてないんですよね。なので完全にバグなんですけど、なんか運営がそれバグじゃないですよみたいなこと返答をねしてるみたいなんで、まあ、その辺はちゃんとねしてほしいですね。というか、バグなんで、まあでもねこれギースの件でもあったんですよ。ギースの、シールドを持ってる敵を殴れば味方の火傷を解除っていう能力、この吸紋効果によって発生する能力があるんですけど、それもね、バグ明らかなバグやったんですけど、それをこう運営に問い合わすと、これバグじゃないですよっていう返答がね来たんですよ。ただその2週間後ぐらいのアップデートで、このバグ治りましたんで、このベニマルの啓蒙に関しても、治るとは思います。まあ、いつになるかちょっとわからないんですけど、バグ明らかなバグなんで、治るとは思うんですが、これ早急にしないと、やっぱり S-MAX を開けて相手の方が強くなるっていう効果はありえないんで、やっぱ S-MAX を開けた側としてはそれなんやねんってなりますからほんまにそういうとこ適当にしないでほしいですよね。
なのでマジでその辺はちゃんとしないと、まあ、ユーザーのね減少にもつながるし、まあその辺なんでちゃんとしないんかなって、ほんま前からねこれも何十回何百回って言ってると思うんすけど、まあ、ほんまにちゃんとしてほしい。僕も以前ね、もうめちゃくちゃ前の話なんですけど、ネームレスのね UR ネームレスのバグが あってずっと言ってたんですよ。運営さんにねこれもうほんまに7回8回ぐらい問い合わせて、いや明らかにバグってるやろって、早直せよっていう風なことを何回もねメールでやった挙句にやっと治ったみたいな。しかもそれめちゃめちゃ後で1年ぐらい経ったんかな、1年近く経った時にやっとネームレスのバグが治ったみたいなことがあったんで、まあ、ほんまにその辺はちゃんとしてもらいたいですよね。バグってるっていうこと自体がおかしいんですけどね。まあ、だから今後そのベニマルの啓蒙に関しては、まあ、アップデート、今日のアップデートでは治らないとは思うんですが、まあ、来週とかにねこう期待するしか今のところはね、今のところはないっていう感じですね。まあ、僕もその現象をちょっと確かめるためにもう一回ねチルさんと何回か戦って検証しようとね、思います。まあ、それも、見れたら動画も出そうと思ってるんでね、まあ、そのちゃんと動画に残して、こうね運営さんに 僕からも言っとこうとね思ってます。はい、では今回はこんな感じで終わります。でツイッターとかやってない方はエリザベスの能力まだ分かってないと思いますから、この後ね実装後に能力が分かりますから、そこからねこれ確認してください。ではご視聴ありがとうございました。